はい、こんにちは。今日は1月の10日締め切りのものですけれども、12月に練習する課題としてこちら 1年生のものを、書いていきたいと思います。今回 1,2 年生の課題っていうのが夕焼け小焼けから始まるので、これきっと歌の歌詞ですね。はい、では実際書いていきます。中心線、お手本には中心線こう書いてありますので、それをよく見ながら書きましょう。真ん中の線から始まるようなイメージで、こうですね、縦目な感じでいきましょうね。で、横幅をしっかり出して嫌です。毛も左側から始まりますが、ここ長さあまり出しすぎないようにしておいて、ここ右へ持っていく、この力をしっかりと入れて右寄りから始まります。で、この時ここからこう頭をしっかり出すようにまっすぐ下ろして左へ。で、そうするとここのね、この辺りがすごく広くなると思うんですが、そういう風に毛は描きます。で、そこからこうです。こうこんな感じでこうちょっと斜めに降りてきた方が綺麗ですね。で、ここなんですけど、この羽の仕方、こうからこういう風に来ると、これはこのつながりでこっちに来てしまいますので、こうなってしまいますね。これならないようにしたいので、ここから羽の方向は左へ向かうように、左へこうです、こっち側にこう向かってくるようにね、こんな感じに行きたいですね。はい、また嫌です。そう、同じのがいっぱい出てきますからね、しっかりとやっていきましょう。で、次です。あ、ここ下が見えませんでしたね、失礼しました。まあ同じですからね。そうで、次上ですね。山という字です。唯一のひらがな、漢字が 1,2,3 3つ出てきますけど、その2つ目山は、真ん中の線、これしっかり意識をしておいて、ここ起筆しっかり入れましょう。起筆って言って起きる筆っていう風に、漢字ではね書くんですけど、こうですね、起ってこの字なんですけど、学校で書道が始まった時に習うのは多分始筆と言って、始まるっていう字を当ててると思うんです。まあ元々はこっちの字でね、できた言葉です。で、山という字は書き方まあいろいろあるんですけど、今はこうしておいて、ここをギュッ、この反りが大事なところ、綺麗に見えるコツでもありますね。で、下少し出すぐらいな感じがいいです。はい、次のです。のここちょっとこうクッとこう引いておいて、見せるような感じにしておいた方が、こう回った時にここが綺麗にこう出ますので、そんな感じにしましょうか。で、おですね、これも間違いやすいとこですけど、中心の上に縦のラインが乗らないように、こう右寄りに来ます。右寄りに来て、まあ、確かに縦線はね、中心寄りに近いんですけど、こんな感じです。で、この点から、点じゃない、こう払った後のこう、ここにこうつながりが見えるような感じ。それから下はこういう風に揃うと綺麗です。で、次寺という字ですね。寺っていう字はこう組み合わせ、まず土という漢字がこうきますね。ここ長い、ここが長い一番ね。その次に下に寸という字がきます。そうしたらここしっかり入れます。ギュッと入れてからこうですね。この部分は今回ポイントかな。 1,2 年生で一番難しいところに当たると思うんですけど、まずどこの部分が一番長いのか、どの線が長いのか、ここですよね。この線が長くて、頭のこの気質しっかりと出すこと、それからここの気質もしっかり出すこと。で、ここ中心線はここを通って、寸っていう字のこの縦のラインは乗らないというところ。それからもう一つ付け加えると、すんっていう字まだ習ってないと思うんですけどね、こう来といて、ちょっと内側へ入ってから跳ねる。そして跳ねるのも上にドカンっていくんではなくて、横へ向かうように跳ねておいて、点の角度はこんな感じ。こういう風にこうつながってんだよっていうのが分かるとよりいいですね。硬質であっても大事なところです。はい、次は脳はね、たくさん出てきますけど、そう、いつもこれ気をつけましょうね。
そこからあと次カーネと書きます、ひらがなでカーネですけどね、カというのは左よりで右がこちら、こう大きくね、ここあの開けてあげるようにしましょう。で、この字の元となっているのはこの加えるという字、これもまだ習ってないかもしれないんですけど、こういうふうに2つに分かれている字だっていうところの意識と、この口というのの位置を見ていただくと、この力っていうこちら側のちょっと下にありますよね。っていうことはこの棒の位置としたら正しくはこれより上がっちゃいけないっていうところなので、あの位置のところもね気をつけましょう。はい、それから根に入りますよ。これも真ん中より左寄りに来る感じで、ここからこうですね。この時に気をつけたいのはここ、しっかり出しておいて線を越えたらもう出ない、ここですね。で折り返して、これが間違っても下にこういう風に折り返さないこと、下に行けば行くほどここがなくなってしまって辛くなるので、後々辛くならないように自分で考えながら行きたいんですけど、まあ手本を見ながらそっくりに書けるようであればそんなね悩みはないんですけど、まあ、あの自分の首を絞めないようにというか、ここは残したいんだよっていう意識ですよね。こことここ残すんだって思いながら書くことです。はい、次いきますね。これ、はい、かの、あの、またかが出てきます。こうしといて、こう、何回書いても結構これ難しくて、皆さんね、苦戦するところです。上がって、内側へこの角度で入ってくる。まず上がる。これ、上がらないで書くとどうなるかって言ったら、こう来て、こうなって、こうなっちゃうわけですよ。そうすると、このラインとこのラインができてしまって、なんかね、ここがね、狭くなるんです。そうにならないように、まず上がって、でここね、これとこれがまあ平行ぐらいな感じなんでしょうね。そうなると綺麗です。はい、なですけど、あ、これも上がります。上がって右寄りですよね。ここちょっとしか出ない感じ、こちら側がたくさん出る。で点がこの関係、これに対してこの関係ですね。これあのご自分でよく考えながら書いた方がいいです。屋根のようになって、その中に人がいるようなイメージだっていうふうに私はいつも言うんですけど、ここだから感覚としたら同じように取れるとあの綺麗です。で真ん中でここの三角形のこれが来るようにってことは、縦のラインは右寄りで構わないってとこですよね。そう、次るです。キュッとここへこませるような感じでグッと上がります。上がる線、そして左へしっかりとこのぐらいまで左出しましょう。この出しがあの足りないとるはちょっと変になりますよね。こっから、これ出ちゃったな、こう来てこういう風になるとこういう風に形がずれてしまうので、このラインを出すことと、あまりお尻を上げすぎないというところね、つのようにあまりこうグワンってやらない、つってこうですよね。結構ここまっすぐなんですよ。その方が綺麗なのでそこ注意です。で最後回るということで、今日は 1,2 年生なので、そうですね、2にしましょうか。2ギュッと上がって、こっちはギュッと反ってね、こういうところしっかりしましょう。はい、ではちょっと急ぎ足でいきましたけどね、こんな感じです。はい、それでは失礼します。